クラムの分解図。船外保管プラットフォームは国際宇宙ステーションの主要な構成機器の一つ。ESP は宇宙ステーションの修理や改良に使う軌道上交換ユニットなどの交換用の装置の船外保管場所である。温度が低下しすぎないようにヒーターで保温することができる。クオルは ESP 上に設置された軌道上で取り付け取り外しが可能な取り付け機構と呼ばれる。 接続機構で固定される。ESP-2 と ESP-3 の構造は、スペースシャトルで爆露機器を輸送するために設計された爆露機器輸送用キャリアをもとに製造された。ICC は、スペースハブ社が製造したものであり、シャトルの飛行中に貨物室から取り外すことは考慮されていなかったが、ESP-2 と ESP-3 は、 貨物室から取り出して ISS に設置できるように設計された ICC の改良型である。最初に設置された ESP-1 とは型が異なっている。打ち上げ時の状態。最初の船外プラットフォームは ESP-1 と呼ばれており、2001年3月13日に STS-102 ミッションの2度目の船外活動でデスティニーモジュールの左限 トランニョンピンに設置された。ユニティモジュールから引いた電力が供給されており、オル2機を保管できる。ESP-1 はシャトル運搬時には ICC の下部に取り付けられて運ばれた。ESP-2、2サンやエクスプレス補給キャリアに比べると小型で、形状も異なっている。寸法は最大で幅0.46メートル、長さ2.44メートルである。 ESP-1 には以下の2つのオルが保管されている。ESP-2 の打ち上げ時の状態。ESP-2 は STS-114 で ISS に運搬されて設置された。ESP-1 よりも大きなサイズであり、オルを設置する機構発行を有している。ESP-1 と同じくユニティモジュールから引いた電力を供給されているが、 ESP-1 とは異なり、特性の固定機構を利用して、クエストエアロックの外壁に取り付けられている。ESP-2 と ESP-3 は、ICC をシャトルの貨物室から取り外して ISS に設置できるようにした改良型であり、寸法は 2.44m3.96m で、ICC と同じである。ESP-2 と ESP-3 は、 シャトル搭載時には、キールヨークアセンブリで構造を支えられていたが、貨物室から取り出す際にはこれは外されて、キャは地上に回収されている。ESP-2 には、以下の8カ所の取り付け部を有しており、以下のオールが保管されている。ESP-3 の打ち上げ時の状態。ESP-3 は二千七年八月十四日の s、s t s 百十八ミッションで、 P3 トラス上部の爆露機器結合システム1に設置された7つの結合機構を有している ESP-2 と同じく ICC の改良型であり大きさも同じである ESP-3 はシャトルと ISS のロボットアーム一機め用のカメラシステムと電力ビデオインターフェースを有するグラップルフィクスチャを使って ISS の主要なエレメントとしては 初めて人の手を使わずにロボット操作だけで取り付けられた。操作を行った宇宙飛行士は STS-118 の7日目にロボットアームを使って設置した。2010年1月12日、ESP-3 は ISS のロボットアームを使って P3 トラス上部から S3 トラス下部へ移動された。この移動は エクスプレス補給キャリア3を STS-134 ミッション時に P3 トラス上部に設置するのに備えてその場所を開けるために行われた。ESP-3 には以下の7箇所の接続部があり、以下のオールが保管されている。船外保管プラットフォームとエクスプレス補給キャリアの取り付け位置。ISS のトラス構造とオールの設置位置。ありがとうございます。